君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。まさに世界は振動であふれています。振動するから音がある。振動するからスポーツができる。振動とは何か。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は振動、そして共振現象のお話、義歌大機械工学系准教授松原正美先生に聞きます。先生、振動工学がご専門ということですけれども、振動ってあのブルブルって震えるっていう振動ですよね。はい、はい、そうです、うん、学問体系としては、まあ、そのような振動現象が起きるのはなぜ起きるのかというのを、うん、まあ、対象物の構造から、解明していくというようなイメージのものになります。で、産業的にはその振動現象を、抑えたりだとか、それを有効活用して、うん、製品に生かしていくだとか、うん、そういったことを、まあ、やる学問になっております。やっぱり振動するっていうのは基本的には良くない。良くない時もあればいい時もあるというのが答えになるんだと思います。例えば私たちで言うと、私たちがよく感じるのは音の話だとかだと、うん、なんて言うんでしょう、心地のいい音を聞けば気分が良くなる時もあれば、うん、高い高周波音を聞けば気分が悪くなる時もあろうかと思うので、うん、音も振動なんですね。そうですね、音は振動工学はよく個体を対象にすることが多いんですけど、うん、まあ、音というのは空気の流体の振動現象という理解ができると思います。うんうん、私自身は個体の方がメインにはなるんですけども、うん、他に流体屋さんの人とか電気関係の方でも、そういう音響学という分野がまた別にありますので、そちらで研究されている方がよくご理解されている分野かと思います。まあ、例えば音にしても、いい音と、消したい音と両方あるように、いわゆる物体の振動も振動してほしい振動と振動してほしくない振動があるよってことですね。はい、そうです。例えば車とかだと、うん、まあ、路面を、走行しているときに、道路のつなぎ目とかをの乗り越えた時にパコンとよく音がすると思うんですけど、うん、まあ、そういった音は不快な音と認識されてますし、その時に入ってくる、うん、まあ、座席の振動とか、うん、ハンドルの震え感とかも、うん、あまり不快だなと思われることが多いんですけども、うん、まあ、逆に高級車などとかでアクセルを踏んだ時に感じるエンジンの振動みたいなものは心地よかったりするわけですね。バイクの例えば有名なサウンドを持っているバイクメーカーさんだと、まあ、特許捉えてたり、音というか振動自体が特許対象になってたりもします。かなりマニアックな話になってきました、ね、すいません。バイクやスポーツカーのエンジン音がたまらないという人種の人たちですね。もうそういう方もいらっしゃる。私はあまり乗ったことがないので知見はないんですけども、うん、同じ車の振動でもいい振動と、嫌な振動とあるわけですね。はい、僕は義歌大いつも車で来るんですけれども、正門入ってすぐに路面にデコボコがわざとつけてあるじゃないですか。はい、デコボコが嫌で、はい、だいぶスピード減速して乗り越えるようにしておりますけれども、はい、それが多分日本史的に設置者が意図した思いですよね。そのために埋まってるわけですね、デコボコはね。はい、というように、まあ、世の中にはだからいい振動っていうのはその聞いてて心地いいとか震えが心地いいとか、そういうわけなんですね。はい、
マッサージ機なんかもブルブルっと気持ちいいですしね。いいですよね、はい、そうです、はい、世の中にはいろいろ振動があるけれども、どうして振動するのかとか、その振動を、もっと大きくしたいとか、もっと小さくしたいとか、そういうようなことをやってらっしゃるのが振動工学とざっくり言えるわけです、ね、はい、その通りです。具体的にはどうですか、あの振動をコントロールしている世間のテクノロジーっていうのはどんな感じなんですか今。例えばあの自動車のタイヤとサスペンションで車体があるわけですけども、はい、その時にサスペンションというのはバネとダンパーと呼ばれる機器が入ってまして、うん、そのサスペンションによってあの路面の凹凸による、揺れというものを、なんとなく抑えつつ、うん、でダンパーの方でその振動のエネルギー自体を、まあ、小さくしていくような機構を使って、うん、振動を抑えるというようなことをしております。なんかこう専門的に言うとエネルギーを吸収するっていうことになるわけなんですね。そうですね、あのそもそも振動現象自体は加えられた何らかのエネルギーの媒体が、うん、まあ、運動エネルギーと呼ばれる、まあ、私たちが目に見えて揺れてるねっていう運動という呼ばれるエネルギー媒体と、対象物が変形することによって蓄えられる、うん、まあ、また別のエネルギー媒体があるんですけども、うん、そのエネルギーがこう受け渡しを相互にずっと続けるので振動現象、周期的な現象として目に見えるというものになります。あ、振動っていうのは行って帰って行って帰って行って帰ってっていう運動だから振動ってなるわけなんですか。あ、そうです。なので振り子が一番もしかしたら分かりやすいんですけども、うん、振り子だと紐に吊るされた鉄の玉みたいなものが揺れてるのを想像すると、うん、まあ、鉄の玉が一番座標として一番高い位置に来た時は速度がだんだん遅くなって一度止まって、はい、うん、でその位置から下の方に重力の関係で下の方に向かっていって、うん、ちょうど真下に来た時に最大速度になるというようなのをこう繰り返すわけですけども、うんうん、その時には運動エネルギーという媒体と位置エネルギーと呼ばれる媒体のエネルギーの変換をずっとしてるわけですよね。あ、最下点に来た時は位置エネルギーが0で、うん、運動エネルギーが最大、うん、で鉄の玉が一番上に来た時は位置エネルギーが最大となって運動エネルギーが0になると、うん、でそれを繰り返すので周期現象になっている。あ、何でも位置エネルギーと運動エネルギーっていうわけじゃないんですね振動は。はい、そうなります。位置エネルギー以外のエネルギー媒体も存在するので、うん、とにかくその例えば2つの運動エネルギーがこう受け渡し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 ってやってる、はい、わけなんです。それが振動と。それが、はい、まあ、僕らには何でも洗濯機でも車でもブル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 と震えてるだけだなっていうふうに思うんですけれども、実はそうやって運動の変換運動の変換運動の変換の繰り返しなんですね。はい、先生が発見したっていうわけじゃなくて昔から分かった。あ、もう昔からあのそうですね、ガリレオ・ガリレイさんから、まあ、歴史によるとその人があの脈拍を測って周期現象があるみたいなのを突き止められている。ガリレオ・ガリレイがですか。はい。あ、脈拍から。はい、あのそれはちょっと、まあ、振動現象というよりか振動現象があの振り子現象について、うん、あの自分の脈拍を測って、うん、まあ、ある一定時間でこう繰り返しの動きをしているっていうのをご自身の脈拍を測って、発見されたと歴史書には書いてるそうです。へー、まあ、研究者っていうのは、うん、僕らと同じようなことをしていても大発見をしてしまうもんなんですね。私は天才ではないですけど、まあ、天才は見つけてくるという話ですよね。なるほど、研究者の中でも天才がいるわけです。あの、いらっしゃいます。そうすると突然ブレイクスルーがダーンとあるっていうことですね。その他どうですか、その振動のこう世間にあるテクノロジーとしては。そうですね、あの例えばあの少し振動現象からちょっと変わるかもしれませんけども、うん、例えばあの打撃器具、あのいわゆる野球とかゴルフとかのドライバーが、うん、まあ、ボールを飛ばすというその衝突現象もある種振動現象と捉えることができると思います。バットやゴルフクラブがブルブルってしてるってことですか。当たった瞬間はブルブルっとはしてないんですけども、うん、先ほど、話しましたそのエネルギーの受け渡しが一番しやすいという話を、うん、
まあ、受け渡しをすることで振動現象になるよという説明をしましたが、はい、まあ、その時にそれはあの一定周期で実は行われるっていうのを発見したのが、あの振り子の場合はですけども、うん、まあ、ガリレオ・ガリレイさんでっていう話になるんですけども、うん、ということはエネルギーの受け渡しがしやすい実は速度みたいなものが存在してるんですね。つまり野球バットを振った運動エネルギーをボールに対して運動エネルギーとして伝えたいわけなんですけども、うん、バットの動きをボールが飛んでくエネルギーに変換して野球は成立するわけなんですね。はい、うん、でその時にバットとボールが当たる瞬間っていうのは、まあ、ボールもバットも実は、まあ、局所的に見れば変形してますので、あ、漫画とかで見ますけれども、はい、本当にあのボールが一変へしゃげるわけなんですね、はい、でへしゃげるということはそこがイメージ的にはバネのような、動きをしていることになりますので、はい、そのバネになるということは結局変形するエネルギーに一度媒体として変えているということになります。ボールが変形するエネルギーになっているわけなんですね、はい、でそれがバットとボールが離れた瞬間に、まあ、ボール自身はそのエネルギーを、まあ、解放したいわけなんですけども、うん、元の形状に戻るというエネルギーにも使えますし、うん、その重心位置自体を移動させるためのエネルギーにもなりますので、はい、まあ、よく飛ばそうと思えばエネルギーの受け渡しをちゃんとしないといけないという話になるわけなんですけども、うん、まあ、それが振動現象でいうところの共振という現象が成立するような、ものであれば、まあ、エネルギーの受け渡しがロスが少ないという話になるんですね、うん、共振っていうのはどういう字を書くんですか。共振はあの子供のどもにあの人弁を取った形の友という漢字に、うん、あの振動の振という字をつけて共振と、あ、共に震えるみたいな、あ、そうですね、そういうイメージです。どういうことなんですか共振って。共振というのは、うん、その振動現象が起きている様のことを言うんですけども、あ、ブルブルっと震えてる、はい、うん、あの私たちのイメージではその時って常に何か揺らす元があって、うん、すごく大きく揺れてるという認識なんですが、うん、実は、まあ、洗濯機の脱水の時にすごく音鳴るっていう現象とか、うん、ならないという、まあ、時間が製品ちょっと言い方悪いですけど経年劣化して何年か後にはすごく音がうるさくなったとよく言うと思うんですけど、あ、コマーシャルではね洗濯機とっても静かになりましたって言って実際買ってくるとやっぱり新しいのは静かだなって言ってるけど、同じ洗濯機も何年か使ってると結局音が出てきますよね。はい、最初の方はちゃんとコントロールされているので、うん、あの洗濯機が脱水する時の力というのを、うん、要はあの外側の筐体がエネルギーとして持たないようにちゃんと設計されてるんですけど、だんだんと時間が経ってくると、まあ、材料もやっぱり劣化してきますので、うん、どうしてもその、エネルギーが保存されないようにしてた設計が崩れてきちゃうんですよね。そうすると同じ回転数で同じような洗濯物を回して力が入ってるにもかかわらず音が大きくなる現象がなるっていうのは、そもそもそのエネルギーがいつもはそのエネルギーの媒体として保存されなかったのが保存されるようになってきて、うん、運動エネルギーと勝手に変換を始めてガタガタ音が鳴るということなので、うん、まあ、振動源がもともといてそいつと対象物 その揺れやすい、うん、あの条件が揃っちゃうと2人ともすごく揺れちゃうよという意味があって多分共振という言葉になっているんだと思うんです。エネルギーの受け渡す相手と自分のなんかこう相性みたいなのがあるってことですか。はい、相性があります。新品の洗濯機の時にはわざとあの相性悪くあんまり受け渡ししないようにしているのに、だんだん相手の方が変わってきて仲良くなれちゃうってことなんですか。なれちゃうっていうことですね。はあ、あのそんなイメージだと思います。そのエネルギーの受け渡しが一番仲良くできることを共振っていうってことですか。はい、それで現象、まあ、そういう振動現象が起きているのを共振と呼んでます私たちは。なので逆に言うとエネルギーを入れれば入れるほど、ずっと蓄えられていく一方になっちゃうので、うん、最終的にそれが、まあ、製品が壊れるという現象につながっていくことになります。共振のせいで、バットとボールの話に戻ると、はい、あのどういうふうに共振なんですか。そのエネルギーの受け渡しがしやすい、うん、あの速度がそもそも存在している
ことになるので、うんうん、その変形速度があの ボールの方ですけども、ちゃんとマッチングすると、うん、ボールの方はエネルギーを多く実は持てることになって、うん、そのエネルギーはそのボールが元の形状に戻るよりも大きいエネルギーを持てることになるので、うん、まあ、遠くに飛べるという話になります。なので同じバット速度を持っている人で、うん、例えばボールの硬さが違うボールに対して、うん、同じ速度でバットを振ったとしても、うん、よく飛ぶボールと飛ばないボールが存在している話になります。その相性っていうのは固有のものがあるわけなんですね。固有のものがあります。ですので、まあ、野球選手で言えばバットの速度が違ってて、うん、ボールは多分基本的には一緒だと思うんですけども、そうするとスイング速度が違うので、うん、その時に、バットの変形具合で、あとボール その受け渡しの時間が、まあ、あの接触している時間にエネルギーを受け渡すので、まあ、その時間がちょうどボールにとっていい時間で受け渡しができるタイミングになるとよく飛ぶので、まあ、そういうのがあるので、基本的に野球選手はそれぞれバットを自前で用意しているのはあのそういうことなんだろうと思います。とバットを振るスピードもそうだけれども、バット自体にもその固有のものがあるってことですか。そうですね、バットも当然当たるとき変形するので、硬さの違うバットを多分それぞれ使われていると思います。へえ、じゃあその選手のこうスイングするスピードと、まあ、ボールはきっと公式のものですから変えられないと思うので、はい、あのその選手のスイングに合ったバットを選ぶと、そんなに力任せに振らなくてもヒュッと振ったらパーンって飛んでホームランっていう、まあ、そうですよね、そうなります。なので金属バットがいいのは変形しないからですよね、きっと。あ、極端に言うと、はい、金属バットみたいになっていくわけなんですね、はい。でまあ、軟式野球の場合はボールがすごく変形してくれますので、うん、飛びやすいと、飛びやすくなりますよ。エネルギー変形するということは保存するということになりますので、変形すりゃいいかというとふにゃふにゃだとふにゃふにゃですからあんまり飛ばなさそう、まあ、飛ばなくなりますね、それはそれで。なので、うん、まあ、それを言い出すと、まあ、もっと複雑な話になるんですけども。へ、まあ、ゴルフもそうなんですね。ゴルフも、はい、そうです。あと最近だと、うん、オリンピックのマラソンのシューズも似たような話ですよね。厚底のシューズにして人が走っている時に、うんうん、あの人が前走るっていうのは、まあ、ジャンプしながら飛んでるような話ですので、うん、まあ、エネルギーのロスが少ない方がよく飛べるわけですよね、うんうんうん、実際そう考えると、まあ、シューズのところにバネが仕込んでた方がよく飛ぶやないかって、まあ、ドクター何々さんのアイデアみたいなもんですけど、うん、ありましたね、はい、あのそれに近い話だと思います。そういうのが、まあ、共振ですけれども振動の概念を使って研究されてるとは夢にも思わなかったですね。そうですね、なので機械系の人でスポーツ工学やられてる先生だと、うん、もともと機械、まあ、力学と呼ばれる、まあ、振動工学を含んだ学問を、まあ、専門にされてた方が、まあ、スポーツの研究をしたりだとかよくされてますね。そんなにすごいパワーを出さなくてももう絶妙なこう相性ですごいパワーを出せるっていう部分が何にでもあるわけなんですね。あのなんとなく見てるとそういうのが多い気がします。そういったことも振動工学の一つの研究ってことですね、はいはい、先生はそういう研究がご専門で今やってらっしゃるんですか。はい、多分そうだと思います多分あの一応学問的には、はい、振動工学で、はい、共振をいかにコントロールしたらいいのかとかを、うん、まあ、数式ベースの非常に基本あの基礎的な内容をやってたりだとかしてます、うん、あ、基礎的なところなんですね、はい、あ、じゃあいろんな材料を持ってきてというのも、はい、したりしてます、はい、ということですよね。先生たちがじゃあ振動工学の先生たちが野球チームを作ったら無敵だなと思いますけれども。そうですね、あのまずは人の動きを最適化するところから始めますよね監督がうるさそうですね。そうですね先生野球やるんですか。私やらないです、やったこともなくて。え、スポーツは何かされます。中学校ぐらいはあのテニスをしてたんですけども。テニス振動工学っぽくないですか。
いやそうなんですよね。そう思うとあのテニスの場合サーブ打たれたレシーバーは絶対ジャンプするんですよね、うん、あのボールが飛んでくる前に一回ジャンプして一、うん、回着地したぐらいにボールが来ると、うん、ちょうど素早くレシーブができるっていうのを、うん、実はあの教えられたんですけど、よくよくそれ考えると、うん、要は一回ジャンプしてエネルギー蓄えてるんですよね。足の腱みたいな、まあ、足のところにエネルギーが蓄えられるようにして、うん、すぐに出れるようにしてると見たら、うん、まあ、足がバネのような作用をするとすると、まあ、飛び出しが速くなるのは、まあ、そういうことなのかなと今更ながら思いました。なるほど、一見無駄に見える、はい、何はしゃいでんのかなと思うような動きが、ちゃんとこう理論的なこう根拠があるみたいな感じですよね。そう思うと陸上の高跳びの選手とかも動きがなんとなく速度が常に一定なのは、あれが一番やっぱりエネルギー蓄えて上に飛びやすいからなんだろうなとふと思いましたっていう話なんですけど、うんうん、なるほど今年は東京オリンピックもありましたけれども、はい、思わぬその、振動とスポーツの話題っていうのでね、はい、今日ちょっと勉強になりましたけれども、振動工学奥が深いです、今日は機械工学系松原先生に伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。天白の城、今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。これ今日から使ってほしい医科大業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました松原先生の業界用語は共振。構造物が外部から与えられた刺激によって固有の周期で振動現象を繰り返すことを共振と呼びます。天白の城技科大、研究がなぜうまくいかないのかわからないのもつらいけれど、研究がなぜうまくいったのかわからないともっとつらい。次週11月20日の天白の城は、なぜうまくいくのか研究中、サスペンションプラズマ溶射で地下アルミニウムの膜を作るテクノロジー、技科大機械工学系山田元博先生を訪ねます。お楽しみに。